何人かいる？はい、お二人来ていただいております。お、時間になりました。なんか多いね。はい。皆さんこんばんは。先生のもうね。こんばんは。はい、こんばんは。始まりました。ちょっとこれ出ると思います。今日は大丈夫ですか？はい、今日は大丈夫です。はい、では、今日からシリーズ化しようと思います。はい。講義前に先生に聞きたいことを聞く、うん、そして私のお話も聞いていただければと思います。はい。タイトルはまだ未定です。はい。まあタイトルもね、なんかじゃあ、うん、こういうタイトルがいいんじゃないっていうのがあったら、あの、YouTube でも何でもコメント欄に書いてもらうとね。はい。嬉しいですね。どうぞよろしくお願いします。はい、私はハリモグラと申します。はい。まあ、意味がわかんない。そういう名前だってことで。そういう名前。今日は、じゃあ、ハリさん何を？はい。何を？今日は、そうですね。まあ、初回ですし、うん、まあ、行政書士試験でも結構こう主要な科目と言われている。うん、そしてなおかつ、今聞いている方も、もう勉強ほとんどされている方多いかなと思う、うんうん、民法。民法。はい。について、まあ、現代的な話ですかね。したいなと思います。うん、そうですね。じゃあ全体でいくと、まあ、自分が受験生の時に。何でこう、まず民法を勉強して、はい、一番大変だったことっていうのを話してみたらどうでしょう。はい。民法は結構テキストを最初、こう、熟読してました。ほう。はい。まあ、その講義を受けて、うん、で、先生からのその、まあ、当時質問が飛んでくる講義だったので、はいはい。はい。で、聞かれたことが全然わからなくって、うん、こんなにテキスト読んでるのになんでわからないんだみたいな感じで、すごい講義出るのは嫌でしたけど。なるほど。はい。で、まあどうし、それで苦労したって、まあそこも入り口からやっぱりわからなくって、うんうん、だからわからないから問題解いてもわからないし、うん、っていうところで最初やっぱつまずいて、そうですね。で、だけど、うん、問題読むと解けるんですよね。最初。なぜか。問題は解ける。そう、五子択一で、うん、なんか違うっぽいみたいな。それっぽいなっていうのを、あの、問題解いた時には解けるんですけど、なぜダメなのかとか、うん、そういうところは一切考えずに、やっていったのが最初。なるほど。それはだんだん、どういうふうに軌道修正してるか。軌道修正は、うん、まあ、私5、6回試験を受けてるんですけど、うん、3回目ぐらいまで同じことやってます。なかなかね、うんうん、修正が。修正しない。修正しなかった、ね。しなかったです。4回目からじゃ修正したの？そうですね。4回目ぐらいからやっと、うん、あ、民法って、なんか、条文がやっぱりいるんだなとか、うん。うん、その問題に書いてあることって、うん、あ、テキストのここのところ聞いてるんだとか、条文だったらここ聞いてるんだとかいうのが分かってくるようになってきた。それどうして？どうしてどうして？どうして？多分だってほら、初めて勉強してる人も、最初見て、問題、授業を受けたけど、問題を見てもよくわからないとか、これなんだろうって、復習ドリル見てもよくわからないとかっていうところから、多分、何かがあってできるようになるはずなんで、それは、なんだろう。思い出しました。思い出した。うん。一個論点がわかるようになったんです。ほう。あの、債権者代位権がわかるようになって。はい。私、最初そこで、ああ、そういうことなんだっていうのが分かるようになってから、あの、なんか、その講義で理解して、問題が解けるようになった、その論点。へぇ、はい、なんでさ、債権者代位権が分かるようになったのは、なんでそれは僕、先生の講義の
あ、何度も聞いたから。はい。あ、なんか、そう。そこが分かりやすかったの？分かりやすかった。他の論点よりはそこが、うん、そこがって感じ？はい。なんかこう入りやすかったです。その、うんうんうん、債権債務の流れとか、うん、あ、ここで第三者が出てきてみたいな、うん、なんかストーリーが分かってから、すごい楽しくなって、うんうん、あ、それってこういうことを聞いてて、うん、あ、それで条文を見てみようかなって、なったのを思い出しました。やっぱ復習の時にあれだね。ちゃんとテキストと、あとはそこに該当する条文の、内容を見たりとかっていうのはやっぱ大事ってことですね。で、問題をそれで解くっていう。はい。その繰り返しで他の論点もそれで分かるようになって、っていう感じでしたね。だから最初本当に、まあ、工夫じゃないですけど、やっぱり民法って最初相続物件から行きがちですけど、うん、途中で多分先生がおっしゃって、なんか、債権からやった方がいいっていうのが、うん、あ、こういうことなんだなって、思いました。そうね、全体勉強してるとね、債権から見ると、結局債権の方が問題も多いので、はい、出る率が高いし、債権勉強しとくと、そこの中の契約の当事者が、あ、じゃあ未成年者だったらどうなるだろうっていうので相続の制限行為の欲に戻ったりとか、はい、これ代理だったらどうなるんだろうとか、時効の話も出てくるね。はい、あ、時効はこうだったよねって話とか、そうですそうです、あの履行地帯と時効の関係とか、それ結局あそこの債権のところの勉強してると、その相続には絶対戻るんですね。戻りますね。戻れますよね、うん、あと相続の方にも結構行ったりはするので、しますね、まあ、物件もたまに、うん、同時離婚の公言と留置権みたいな感じでね、うん、こう比較の時に出てきたりもするから、一、うん、回勉強したらそこはいいですよね、債権から。まあ、債権の頭の方だもんね、債権者代権。あ、そうです。本当に頭の方でした。うん、なんか覚えてる。でも、そうな、もうちょっとこう具体的にこう覚えてる、なんか工夫って、なんだろう。問題解く時にこう、例えば気をつけてたこととか、なんかあります？こういう問題の解き方をしたらよかったな。誤詞択一で、まあ、うん、その、模試とかの問題解くときは、うん、まず設問で何々に関するっていうところを、うん、線引っ張ってる。あ、論点名。論点名、うん。あ、なんかこういうのが出てくるかもしれないって、思いながら見ると、うん、あ、やっぱりそうだとか、なんかこう、それこそ目次学習を、はいはい、できてたからこそ、こう、うん、論点見たときに、ああいう話出てきそうだなとか、うんうん、こう思いながら、解くとああやっぱ出てきたってなるし、あとこう、選択肢の1とかあから見はするんですけど、あんまりこう、あと、その一択肢目では判断がいつもできなくて、うん、5番に飛ぶとか、特順番的な話でいくと、とかで、こう、あ、こういうの出てきたな、ああいうの出てきたなってな、全体をちゃんと見て判断できる、するようになるほどね。はい。やっぱりあれなんだね、論点全体がどういうものがあったかを、ちゃんと頭の中に入れていくっていうのは、民法の場合はやっぱり大事。大事ですね。うん、大事だもんね。うん、そうそう。だから、それがって感じなんだろうね。一個一個の中にこう要件とか効果とかあるから、はい、それは最終的にこう覚えていかなきゃいけないものも結構多いことにはなるんでしょうけど、はい、それよりも、やっぱり多分、こう、目次の項目を見て、何がここで問題になったんだろうとか、はい、どんな論点が出てきたんだろうとかっていうのが、わかるようになってると、だいまあ、とても問題解くときに、どの知識使ったらいいかなって、こう、検索しやすくなりますもんね。それを、やっぱりまず目指すべきなのかなっていうのは、うん、そうですね。あるんでしょうね。うんうん、その一番、そういう論点頭に全部入れるのは、やっぱ、あれなの、目次学習が良かったっていう感じ？目次学習、そうですね。あとは、テキストとかで、うん、比較の表とかで、やっぱり、
条文数とか出てきたらそこ引っ張って、うんうん、飛んでたらやっぱり論点が違うんだろうなって思うようになってから、しっかり比較ができるようになって目次に戻ってこう分かるようになってきた。結構丁寧に条文を読んでた、ね、あ、読んでました。やっぱ最後は本当に条文なんだろうなと思って、うんうん、そうね、3件の分野だけでも見てたらだいぶね違います。やったテーマのところで、うん、復習の時に見ていくっていうのはすごく、はい、一回勉強してるんだったら、とても効果が、まあ、技術対策にもなりますよね。なりますね。うん、あと私、民法のすごい見てたのは、画面集見てました。はい。それは、なんか、どんなところが、良かったですか？一つの、スライドで、全部詰まってるんですよね。うん。うんうん。なので、それを見ながら目次学習もできるし、うん、なんかこういう場合だったらみたいな、こう、なんか場合分けでも書いてもらえてるし、比較の表も多分重要だったら画面集にも載ってるだろうし。うん、うん。あれ講義録と画面集は別々に使ってた？それとも、なんかいいじゃないかな、コピーして講義録の中に貼ったりとかさ。別にしてました。そして最後の方が、画面集の方がよく見てました。うんうん、そこにじゃあいろいろ自分で勉強してて書き出したりとか。そうです。あとは、縮小コピーして条文に貼ってました。うん、おぉ。はい。その該当条文のところに貼るみたいな感じね。はい、そうですね。なんかいろんな方いますもんね。テキストに貼る。そうね、いろいろいるからね。うん、覚えなきゃいけないことも結構あるじゃない。ありますね。それは、なんか、どうやって覚えてたんですか？ああ、どうでしたっけ。でも、条文に書き込んでました。最後も本当に条文を見る。繰り返し見るみたいな。はい。うん、あと、どうしてもっていうのは、携帯の、うん、写メ撮って、携帯で、はいはい、リマインドに設定するとか、あそういうことだけど。なるほどね。はい。それで、こう見てっていう。そうです。スマホとかで写真撮っといて、こう見るのが、結構やってますね、みんなね。いや、やってますね。昔だと多分、紙に書いて家中に貼ったりとかしてたのが、全部写真でもテキスト撮って、それを、こう、と電車の中でも見れる。はい。そうです、そうです。それで見ていくと、なんか、写真をこう、ホルダー分けしてる人もいたので。ああ、うん。科目ごとにホルダー分けして、はい、見たりとかしてる人もいましたから、結構、スマホ使い慣れてれば、うん、それはね、うん、すごくいい、やり方になるかもね。はい、働いててこう、っていうんであれば。はい。なるほどな。問題の演習って何回やったとかって覚えてます？問題の演習は、私は、あれですね。プレミアムだったんですけど、最後は。うん、プレミアムの問題集が、あれ、150問とかあった中で、うん、最低3週はしました。で、なるほど。1個でも選択肢わからない問題はピックアップしといて、うん、5週、うん、もうちょっと、だったかな？なるほどね。そうそう、問題集がね、いろいろあるので、うん、まあ、プレミアムの人はそれで行けばいいし、はい、合格講座だと、まあ、復習ドリルがあったり、あとは、レックのその、取説問題集みたいなのがあったりとか、はい、まあ、もちろん、択一60問、解きまくり講座みたいな、講座の問題も、別申し込みであったりはするんだけど、一回やるじゃない？はい。二回目やるときは、間違えたやつだけやったの？それとも、二回目も全部やったの？で2回目は間違えた問題。やった。はい。3回目は？さらに間違えた。間違えたやつだ。4回目で全体。またもう1回全体。はい。で、また増えていくんですよね。5回目は？ 5 回目は、そこで増えたその間違った問題。なるほどな。じゃあ、3回転させて、1回リセットして、もう1回転させたみたいな感じなの？そうですね。それも一つのやり方で、それをね。うん、なんだ、3回ぐらいやってる時間がそれなりにかかってるので、うんうん、前にできたところ忘れてるとか、結構そういうのが出てくる可能性はあるだろうから、民法は広いし。新鮮な気持ちで解いてました、うん、3週目。ね、そっか、そうすると、あれだね、
次回はさ、はい、民法のその条文を持ってきて。あ、持ってきます。ね、そしたら、あの、どうやって読んでたのかとか、はい、その画面集どこに貼ってたのかとかさ、はい。わかるから。はい。ね、100年処分です。裁判の中で書類があるって言ってたらそれを持ってきなさいって。懐かしい。釈明処分、はい、合格者だけに釈明処分の特則みたいな特則話になる。もうなんかすごいマニアックな話題になってる。誰も笑ってない、はい、あ、いい時間になりました、うん、という感じですね、はい、なんか、まあ、あのこんな感じで進めていって、はい、進めていって、まあ週に1回なのか2回なのかわかんないけど、 そんな感じで、まあ、不定期にねやりながら、はい、ただあの直前期までずっとこういう感じでお届けして、はい、まあ、見れるものを見てもらうっていう感じで、ね、そうですね、いければいいかなと思ってますので、はいはい、初回はこんな感じで、はいはい、まあ、次回までちゃんとじゃあタイトル決めようタイトル決めよう決めよう、なんかタイトルを言ってから始める、うん、そうですね、はい、そうしましょうそうしましょう、うん、ではハリモグラの部屋みたいな。あ、いいんですかね。持っていいんですか。全然いいんですよ。いやいや、じゃあ、ということで、今日はこの辺で終わりにしたいと思います。はい、この辺で終わりにしたいと思います。また次回です。はい、ありがとうございました。じゃあ、お疲れ様でした。